鈴木、宮浦カップリングは、パラジウム触媒と塩基などの嗅覚種の作用により、有機放素化合物とハロゲン化アリール等をクロスカップリングさせて、非対称ビアリールを得る化学反応のことである。鈴木カップリング、鈴木、宮浦反応などとも呼ばれ、方向属化合物の合成法として、しばしば用いられる反応の一つである。本研究の成果より、 鈴木明が2010年のノーベル化学賞を受賞した。基質として、方向属化合物のほか、ビニール化合物、アリル化合物、ベンジル化合物、アルキニル誘導体、アルキル誘導体なども用いられる。1970年代より様々なクロスカップリング反応が開発されてきた中、1979年に鈴木明、宮浦のりおらは、 有機放素と有機ハロゲン化物を用いた新しいクロスカップリング反応について報告を行った。その後、パラジウム触媒や反応系の進歩、酵素化合物の合成法の進歩の相乗効果により、鈴木・宮浦カップリング反応の適用範囲や有用性はさらに増し、現在に至っている。反応の特徴としては、感能機許容性が高く、立体障害に強い。 また原料となる有機放送化合物が水や空気に安定で取り扱いやすく、含水溶媒中でも反応が進行すること、複製生物が水溶性で除去しやすく、毒性も低いことなど実用上の利点が大きく、実験室から工業スケールまで幅広く応用されている。反応機構は一般にハロゲンカーリールへの冷化のパラジウムの酸化的負荷。 ハロゲンと方向属放送化合物との排子交換、生成物であるビアリールの還元的脱離を経るものとされている。最後の還元的脱離により、冷化のパラジウムが再生し、触媒サイクルが形成される。嗅覚種は、気質の放送上に孵化して、アート作体を作り、炭素放送結合を活性化させて、排子交換の段階を容易とする。また、嗅覚種は、排石として、 酸化的負荷直後に生成する有機パラジウム中間体上のハロゲンと置き換わり反応性を高める場合もある。有機放素化合物は一般的な有機金属化合物に比べ水や空気などに対して比較的安定で取り扱いが容易であることが多い。有機放素化合物は従来対応するグリニアルシアクや有機リチウムなどのトランスメタル化あるいは ヒドロ放素化をはじめとする不可反応により調整されてきたが、北が近年、ボラン誘導体やジボロンとイリジウム触媒などとを組み合わせた、方向属化合物の直接放素化も知られるようになった。鈴木、宮浦カップリングの進歩は、合成化学における有機放素化合物の価値を高めることにもつながった。宮浦、ノリオ、山田、金次。 鈴木、アキラ、エニューステリアスパシフィッククロス、カプリング・バイ・ザ・パラディウム、カッタライズド、リアクション・オブ・イチ、アルキナイル・ボーラン・ツウィズ・イチ、アルケニル・アイチ、アルキニル・ハリです。テトラドレン・レターズ20、3437から3440、ドイ、10.1016。 s0040 s から4億399万5429からに http コロンスラッシュスラッシュ eprints.lib.hokudai.ac.jp スラッシュ dspace スラッシュハンドルスラッシュ215スラッシュ44006宮浦、N、s. s e、スツキ、AJ、金、即金、コミューン、1979? 866創設宮浦のりお鈴木明パラディウムカッタライズドクロスカップリングリアクションズオブオーガノボーランコンプーンズケミカルリベス95 2457から2483ドイ10.1021 cr00039a007http コロンスラッシュスラッシュ e p r i n t s r i b h o k、ok、u d a i a c j p スラッシュ dspace スラッシュハンドルスラッシュ2115スラッシュ44007ありがとうございます。